ライオンはトゥルー、あなたは信じる、ちばたり転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもこきです。あ、松野です。本日月曜日ということは都市伝説ニュース。はい、8月も後半に入り、お盆休みが終わったという方も多いかもしれません。はい、台風大丈夫でしたか皆さん。いや心配でしたけどね。ね、電車止まったりしてましたからね、心配でしたけども、まあ、いろんな都市伝説ニュースございました。はいはいはい、はい、本日のトピックスはこちらです。はい、イルミナティカードが次期首相を予言。お、100年越しに成功した解読。はいはい、火星で発見された決定的証拠。発見された95年分の学校日誌の4本です。都市伝説なんですか。ですよ。なんで毎回4本目だけイチャモンつけようとするの。いやいや、なんか怪しいなと思って。いりませんよ、そんなお決まりみたいな感じで。そうっすか。はい、はい、どれが気になりますか。発見された95年分の学校日誌。それだけやろうか。じゃあもう1個目からいきます。はい、全てはイルミナティカードの通り。これ気になりますね。はい、8月14日、岸田首相が突然記者会見を開きました。9月に行われる自民党総裁選に出馬しないことを発表したということですね。うん、そうですね。これ予想外でしたか？どうですか？まあね、やっぱ支持率はね、ちょっと低かったんでね。まあなんかそういう感じで引きずり下ろされたんですかね。なんかあくまで噂ですけども、前首相の安倍さんのやってたことの尻拭いをやってたみたいなね。はいはいはい、噂ですよ、あくまでもね、ちょっとね。そういうことで、一段落したのかなっていう気もまあしなくもないですけど、どうですかね。ちょっとついでに消費税下げるわって言ってやめてくれないですかね。ついでね。ついでに。そうね。もう支持率下がりはないんで。そうね。だからいろんなことやってくださってたとは思うんですけども、やっぱり一番をこうばらまきしてたっていう感じのイメージしかないから。まあばらまき増税メガネみたいなイメージがね、ありますけども。イメージね、イメージしかないから、ちょっとなんか最後になんかね、バーってこういいことやって、ね、終わって。てくれたらいいなとは思うんですけどね。まあ僕たち国民や、まあ、メディアだけではなく政府方もバタバタしてるようにちょっと見えたわけですけども、まあ、それだけ急なことがいろいろあったんだろうなっていうこともなんか見えますよね。ほうほうほう。まあ、そうなってくると問題は誰が岸田首相の後を継ぐのかということですよね。メディアや SNS でも話題になっていますけども、その人物はもう分かっているのかもしれません。はいはい、まずこちらをご覧ください。じゃーん。あー、これね。はい、こちら小安タレもおなじみのイルミナティカードの1枚です。イルミナティカードっていうのはですね、1982年に発行されて、この絵柄がですね、未来を予言してるんじゃないかと言われる疑惑のカードなんですけども、こちらですね、日本刀の前で深刻な顔の男性が描かれているんですね。そうね。はい、カードのタイトルはアングストですね。意味は恐れ不安という意味です。はいはい。でこのカードに描かれている人物があの人に似てると、まあ、巷では言われております。どの人ですか。はい、こちらです。自民党の小泉進次郎さんということで。どうですかね。僕はあんま似てないと思うんですけど、まあ、無理やりこじつけたい勢がちょっとこじつけているのかもしれませんが、まあ、でも小泉進次郎さんの10年後の姿に似ているという話がねあの巷で出てたりもしますけど。あ、なるほどね。未来の小泉さんっていうかもしれませんね。はいはいはい、まだ小泉さんってまだ43ぐらいだったと思うんですよね。そうですね。ちょうど白髪も生えてきて、10年後っていったらこうな感じになってるのかもしれませんけども、ちょっとね年を取りすぎてるように見えますが、一応そういうふうに言われています。はいはいはい、で実際現時点では岸田首相の後任として一番名前に上がるのはまあ小泉さんと言われてますけども。あ、ということは一番総理に近いのも小泉さんってことなんですね。いや、それは分かりませんけどね。なんでやねん、後任で一番って言うとってやん。名前が上がるのはそうなんですけど、何が起こるか分からないじゃないですか。確かに。だって河野さんとかいますしね。はいはいはい、ちょっとだから誰になってもどうなるかが分からない未来じゃないですか。そうですね。やっぱそれぞれいい部分と悪い部分があったりするじゃないですか。まあ、今のところね、目立った実績、レジ袋とね、サーフィンですけどね。実績って言うの実績でしょうか。まあただですね、この不安とかね、恐れっていうのはちょっと不穏な感じのタイトルですけども、はい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 、本文の内容を要約しますと、ある組織のリーダーは人生が退屈で無意味だと感じ、精神を病んでいる、生きる目的を失っていると、まあ、書かれていますね。でこのテキストの意味を読み解きたいと思うんですけども、仮にイラストが小泉さんだったとして、まずある組織のリーダーと明確に小泉氏がリーダーになることが予言されていると。はい、ではなぜ人生が退屈で無意味だと感じているんでしょうか。この点は小泉さんが現代の若者のことを代弁しているのかもしれないと。あ、小泉さんが代わりに言ってるんですね。そうそう。2016年9月に開催されたソーシャルイノベーションフォーラムにおいて、当時自民党の青年局長を務めていた小泉さん、比
観的な考えしか持てない人口1億2000万人の国より、将来を楽観し自信に満ちた人口6000万人の国の方が成功事例を生み出せるのではないかと発言。お、少子化でこれから人口が減っていく日本の未来に対して自分の意見をまあ語っているんですけども、うんうんうん、小泉さんがまあ首相になった場合、これまでの最年少記録を更新することになりました。はい、これまではですね、44歳で首相になった伊藤博文さん第1代なんですよね。すごいですね、これが44歳の時になってるんや。そう、だから最年少のはずなんですよ。すごいね。で、さっき言った通り43歳の小泉さんなんで、9月にもし就任すれば100年以上前の記録を更新することになると。大谷翔平みたいやん。そうね、だ若い首相の誕生は明るい未来を示してくれるんでしょうか。はい、ただこのカードには続きがあります、はい、それはイルミナティ精神科医知識人または機動兵器の助けが必要です。うん、ですからちょっと物騒だよね。そうね、イルミナティカードは、まあ、カードゲームなので、これらは他のカードとの関連性を指しているわけなんですけど、本当にそうなんでしょうか。はい、先ほどの小泉さんの発言には別の考察も存在しているんです、うんうんうん、それはイルミナティが行おうとしている人口削減を肯定した発言なのではないかということね。まあ、若者の希望として首相になった小泉さんがもしかしたらもう精神的に追い詰められてしまって、イルミナティの人口削減計画に手を貸す、もしくは知らずに乗っ取られて誘導されてしまうんじゃないかということかもしれないですよね。でこれまで何度も世界の出来事を予言してきたイルミナティカードですけども、うんうん、今回の首相交代は日本の未来にも大きな影響を与えそうなので、そう、ね、イルミナティカードが予言している可能性は十分にあるかもしれません。はい、他にもイルミナティカードの中には日本をですね言及したものがいくつも存在します、はい、こちら、はい、これ手元にですね、これと全く同じものがないのに画像だけで今出してるんですけども、はいはいはい、小ミナティも以前取り扱ったネタで、うんうんうん、まあ、岸田首相がエイリアンにさらわれてるんじゃないかみたいなことなんですけども、はい、見てください。これ渡米した時の岸田さんにめちゃくちゃそっくりということを言われていて、はいはいはい、今年の4月にですね岸田首相がアメリカの方に国賓待遇で行かれてた時にこれが流行ったんだよね、はいはいはい、その時にたまたま同じようなネクタイをしていたことから、もしかしたらそのまま拉致されてしまうんじゃないかとか、なるほど、ね、日本っていう国の象徴なので日本という国がもうそもそもが乗っ取られてしまうんじゃないかみたいなことを、まあ、紹介した回でございました。タイトルはですねエイリアンアブダクションということで、まさに宇宙人に誘拐されるっていうカードなんですけども、じゃあ岸田首相が宇宙人に誘拐されたのかというと、まあ当然そんなこともなかったわけですよね。まあ、入れ替わってるかもしれません。あ、そう、それもね言われてた考察として、だから常に乗っ取られていて、ね、よくねその陰謀論界隈で有名なゴムマスクみたいなね、はい、なってんじゃないかみたいなことも言われるんですけど、結構明らかにゴムですかね。違いますよ、僕はその説あんま好きじゃないんで、はい、よくわかんない根拠だけでゴムゴムになるよ、ほんと人を。ゴムかもしれない、いやかもしれないよ、その何パーセントかその可能性あるけど、その根拠がみんな見て線あるから、こうやったらシワが寄るでしょ、この線がゴムマスクの線ってなったら、じゃあ全部かぶれやここまでと。まあでもほら宇宙人のね側の意見ですから。いやいや、たまたまアブダクションですわ今日はね。あ、そうですか、はい、僕じゃ乗っ取られてますわ、はい、すいません、はい、カードに書かれてることがちょっと意味深なわけで、本文にはゲームにおいてあなたの番には何もすることができませんよということが書かれてるんですよ。やば、まあ、つまり何もできなかったっていうことなんですよ。岸田首相は意欲的に政務をこなしてはいたものの、裏金問題など の, そのスキャンダルの対応に追われることが多かったのもまあ事実。そうね、つまり本人がしたかったことはまあ何もできなくて、まあ、最初に言った一応世間で揶揄されてしまっている死ぬ拭いみたいな、そういうことにもしかしたら翻弄されてしまったのかもしれないということだったのかもしれないよね。そして両サイドの人物はアメリカやグローバル企業を暗示しているんじゃないかと考察する人もいました。さらには国や組織がすでに宇宙人レプテリアによって乗っ取られているというぶっ飛んだ話もありましたね。でこのカードも岸田首相の未来を予言していたということなのでしょうか。ただこれまで僕たちのような都市伝説系の YouTuber が、うんうん、まあ面白おかしくねイルミナティカードを扱ってきたわけですけども、はいはいはい、ただこちら見てください、このカード、こちらのカードに書かれていることを、うんうん、もしかしたら日本政府が信じてしまっているんじゃないかみたいな疑惑あるんですよ。はい、こちらはですね複合災害というね有名なカードですけども、はい、地震や噴火、台風といったことが同時に起こるという意味なんですね、うんうん、ちょっとこれ出てる頃にはですねだいぶ落ち着いてることを願ってるんですけども、何かとですね今月は台風や地震に関することが、そうですね、ちょっと警告警報が多かったように思うんですけども、はいはいはい、まずねこの絵柄に書かれ
えている壊れている建物の部分、これ銀座のね時計塔なのではないかということを言われてますね。言われてますけども、うん、そしてここに描かれていることを政府が恐れているのではないかということもまあ考えられていると、はいはいはい、でそれが何かというと、まあ、先日の気象庁の発表に南海トラフ地震の注意報ですよね、うん、まあ、1週間ぐらいですね、あの和歌山のビーチの方では封鎖して5億円の損失が出たみたいなこと言ってましたけども、うん、まあお金でねまだあの住んでるんだったらいいですけども、それを楽しみにしてた人たちとかその周辺に住んでてちょっとね怖い思いをされていた方もいらっしゃるので、いつ来るかわからないって恐怖がちょっと増したよね。うん、まあ、あその件に関してはなんかあれ補填せえって言ってるのはむちゃくちゃやなと思うけどな。あれはね予報が出て店お休みにして補填せえはそりゃ通らないねんと、びっくりしちゃった。それはちっちゃいところで台風が来てもさ、台風の通り道にうちの店あるから閉めるわ、あ、うん、遠かったわ、お金くれって言ってたと同じことやもんね。それはちょっと良くないよ、出ないと今度から警報警告出せなくなるよね。そう全部補填せなくなってなったら ねそれは良くないなと思いました。8月8日に宮崎県で最大震度6弱の地震が発生したことを受け、南海トラフ地震の発生を警戒するよう気象庁つまり政府機関が史上初めて注意喚起を行いました、はいはいはい、今までねなんか都市伝説系の YouTuber が予言みたいな扱いでいついつ気をつけてくださいねみたいなことを、まあ、紹介して言ったりもしてましたけども、いやどうせ都市伝説でしょとか陰謀論でしょとかまたなんか言ってるわみたいに思われてたことがこの政府がやってるっていうね。8月15日に気象庁は南海トラフ地震に関する臨時情報の提供を終了しました、はい、15日までちょっと警戒しててくださいねみたいなねことですけど、ただこの間8月14日に南海トラフ地震が起きるという噂が流れたのを皆さん覚えてますか？しょうもないねえ。 SNS を中心に根拠のない情報として拡散されて、まあ、コヤミナティの方でもねそれを、紹介しましたけども、それはこのカードがもしかしたら原因じゃないかというも言われてるらしい。ほう、本文にそれが書かれているのかということなんですけど、2つの災害を組み合わせることができるといったことしか書かれてないんですね、うん、ではどこにその8月14日という情報があったのかというと、イラストをよく見てください、はい、カードの中ほどの部分の破片をつなぐと814という数字が浮かび上がるというトリック。ようやっても4月18日やろ仮にこれがそう読めたとしても4月18日よ。これはいやーもうこじつけたい勢は世の中いるんですよ。ちょっとなんかこのカードオリンピックの時はねここが5人やからね、五輪のねマーク色と同じやっていうね、ここでおもちゃにしすぎやね、まあ、まあこういうのはさあからさまに根拠のないなんかデマっていうか、そのまあそんなこともあるんだねぐらいでいいけどさ、気象庁が発表している情報ってやっぱ一番信憑性があるからさ、今までにはないぐらいちょっと緊張感あったよな。そうね、てか気象庁やっけ、あの8月14日のあれはデマですみたいなことを言うとってないけど、うん、8月14日の当日かなんかに言うてて、うん、これ万が一今日あったらどうするんってのはすごい思いましたけどね。思ったし、その翌日の15日には揺れ自体は少なかったですけどありましたから、だからそれは警戒しなくていいんだって思って先にこう来られても困るから、その情報自体はデマでいいんやけども、うん、ないとは言ってないってことをちょっと強くちゃんと言っとかないと、ね、備えることに越したことはないからね、これは。そうね、うん、はい、続いてのニュースです、うん、念のために書かれた教授、ロンドン大学のバビロニア語名誉教授であるアンドリュー・ジョージ氏ら研究チームは100年以上前に発見されたものの書いてある内容がわからない粘土板4枚の解読に成功したと発表しました、はいはい、ドラクエみたいな。そうね、粘土板は古バビロニア時代にあたる約4000年前のものと見られるもので、1892年から1914年に大英博物館のコレクションの一部となっていたわけですけども、刻まれているくさび型文字はこれまで解読されていませんでした、はいはい、どうですか、大英博物館行ってませんでした？あ、行きましたよ。これ見た？見た。これが最近解読されたということなんですよね、はい、しかもですよ、完全な解読は無理なのではないかと言われていたわけですけども、今回解読にちゃんと成功した。やるな、ね、これ何が書かれているか皆さん気になりますでしょ。粘土板に書かれていたのは予言、おそれも月食に関する予言です。この時代月食は不吉の前兆とされていたようで、月食の後に起こる凶事、まあ良くないことですね。月食の時間や起こる場所、月食の様子が書かれているんだそうです、はい、まあ、例えばですけども、月の中心から一気に見えなくなり一気に月の姿が戻る月食が起こった場合、王が死に都が滅びると書かれているんだ。やば。他にも夕方に見える月食に関しては疫病の予兆であるといった記載がされていると、ジョージ教授
授によりますと、いくつかの前兆は大災害に続いて月食が観測された実際の経験に基づいたものかもしれません、とのことで、はい、まあ、もちろん憶測だけでやってるとは思わないですよね、うん、何かあったから、あ、そういう時になんか月食の時多かったねみたいなことで不吉だよねってことで多分伝わってたと思うから、そう、ね、すごい貴重な資料ですよ。だから、うん、今までこそ天文学の発達によって僕たちは月食が一種のね天体ショーみたいになってますけども、はいはいはい、古代文明においては月食は世界各地で不吉の兆候だとされていたということね、うんうん、確かに月なくなったらさビビるよな、ね、だっていつもあるものが急になくなるんでしょ、これ今日ないやんびっくりや、違うあれ秋はちょっとずつなくなってますからね、そうあれがなんか悪魔的な怖さ見えるよな、いや見えちゃいますね、だ他にも例えば中国では月食は天の秩序の乱れとして皇帝に対する警告ともみなされたんだよね、まあ、確かにさ皇と流法とかいろんな中国史ほどさ、うんうんうん、光ってる玉がとかさよく出てくるもんね、だそういうオーブみたいなもん、竜もオーブ持ってるし、そういうのをすごい気にしてるよね、うん、また月食は竜が月を食べると信じられていまして、はいはい、竜を追い払うために大きな音を立てたという記述もあります、近所迷惑やな、そういう次元じゃないと思う、みんなで、ね、でかい音鳴らせーよ、なるほどなるほど、そういう夜全然寝られへんやん、でも月なくなってるから、でも月出てくるん時間だと思う、うん、よっしゃめっちゃ今回は500デシベル達成したがいけたみたいな、それ盛り上がるやろな、あの追い出す瞬間、うおーってめちゃめちゃ盛り上がる祭りみたいになるんやろな、うん、多分 YouTuber が100万人達成したぐらいの勢いやったぞーってなるね、すごい勢いあったよね、はい、似たケースではインカ文明でも月食はジャガーが月を攻撃していると考えていました、ジャガーはきつくね、ジャガーごときではさすがに、まあ、そのため地上に降りてきたジャガーが人々を襲うかもしれないということで槍を振りかざし大きな音を立てて追い払おうとしてたそうです、やっぱりめちゃめちゃ盛り上がったんやろな、うおこのタイミングでジャガーほんまに来とったら串刺しにされるんやろな、ほんまえらい時に来てもうたってジャガーサイドも思うやろな、かわいそうや、日本でも平安時代に書かれた食日本後期に月食は天皇の体に有害なものとされています、このように天体という概念がない古代においては空で起こるイベントは神様の怒りの表れなどとして恐れられていたことがよくわかります、でも1000年ぐらい前はさ、うん、ほんまに有害やったんかもしらんで、あれどういうこと、いや月光線みたいなのが出てて、何や月光線って、月食の日はバリアが弱まるから地球にそういう病原菌を振りまいていたみたいな、で宇宙粒子みたいなのが今降り注ぎ続けてるじゃないですか、はいはいはい、はい、それで月食の時は1000年ぐらい前はめちゃめちゃ多くて、それでみんなバッタバッタなるほど、わかんないよね、その今の文明と1000年前の文明はもちろん違うんで、そう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 、もっと自然の中でね融合していたわけじゃないですか、うん、だから自然災害であったりとかいろんなことっていうのが頻発してたのかもしれないね、その前後っていうのはね、わかんないもんねそれはね、うん、これね東訳の言ってることはあながち間違いじゃないかもしれなくて、ほうほう、太陽と月の位置っていうのは特殊になることで、うん、まあ、特殊な引力の影響が地球にあったかもということもあるんで、はいはい、まあ、何らかはあったのかな、まあ、そうね、ありそう、うん、一説にはこれ地震が起きやすくなったという見方もあるんだって、あ、まあ、でも引力が関係しているかもしれないって話がありますからね、うん、古代の人が経験的に月食の際は災害が多いと感じたのはある意味正解なのかもしれません、うん、ちなみに次の皆既月食は2025年3月14日だそうですよ、はい、日本ではね部分的にしか見えないそうですが、うん、まあ、その先となると2025年9月8日皆既月食は完全に見ることができます、25年なんやねやっぱり、そうですね、水があることが確定？水はありますよ、まあ水は地球にはたくさんありますけども、マザーテルさんも言うてました、ウォーターちょっと怒られますよ、いや怒られますよ、消されますよ、そう言うてたんやから本当に、まあ水っていうのは皆さんあの知ってる通り、まあ、はい、液体なわけですよ、それが他の星には氷となって存在してたりもするわけですよね、だからつまり液体という、まあ、水は液体なんですけども、はい、それがですねなんと火星で見つかったという痕跡があったということなんですよね、川の跡だったり、はいはい、水の流れがちゃんとあったり、そういう跡が見つかったわけですけども、これ今回液体としての水が見つかったかもしれません、ほう、見つけたのは2018年火星に着陸した NASA の探査機インサイトです、うん、インサイトは着陸後地震計によって火星の奥深くの震度をなんと4年分1319回以上も記録しました。振動波の広がる速度を測定すると、うん、波が通過した箇所の物質を突き止めることができるということなんですね。でこれは実際に地球上で水や石油ガスを探す方法として同じ技術が用いられてるんです、うん、つまり正確性が非常に高い、うん、分析の結果火星の表面から深さ約10キロから20キロメートルの地点に液体状の、まあ、水が溜まっていることが判明したということなんですね、はいはい、すごい、そうだから跡とかじゃなくて今まさに火星には水が存在しているという、すごいね、探査機のカメラなどで確認できたわけではないんですけども、うん、探査チームによると地中に液体としての、まあ、水があることはほぼ間違いないと言われてる、へー、まあ、先ほども紹介したように火星の表面
表面には水の跡がこれまでも確認されてきましたけども、水がどこに行ったのかはこれまで分かっていませんでした。まあ噂によるとですね、水が宇宙に飛び出してしまったっていうのもありますよね。まあ地球もそのうちそうなってしまうというふうに言われてますよね。太陽の熱が強すぎて蒸発して宇宙に水がね分散してしまうみたいなこと言われてますけども、実は中にあったよ。火星はですね、地球に比べて重力が弱いんですね。磁場もないから太陽風などの宇宙空間からの影響をめちゃくちゃもろに受けちゃうから、宇宙へ逃げやすい環境であるっていう説だったわけ。しかしこの理論だけではかつて火星にあった膨大な量の水があったこと自体を全て説明するのは難しいと。でもう一つ有力な仮説が、地中に閉じ込められた説ってことだったんだよね。水が岩石と化学反応を起こして粘土や岩水鉱物として地殻に取り込まれたという説。ただこの場合、一度地殻に取り込まれた水というのは再び大気に戻ることがないとされてるんです、ただもし今回のデータが正しく、岩石などと化学反応していない液体としての水であれば、組み上げて利用することは今後可能になるかもしれないから。すごいね。火星に移住する計画も今あるじゃないですか。あるある。だから井戸水みたいに使えるかもしれんのや。そう、水が最初からあるとこれでかいよね。いやーすごい、これは発見じゃないですか。そうですね、大発見。それでは東亜くんの気になっている最後のニュースです。はいはい。学校に4月伝える記憶。このほど高知県の廃校で明治から昭和まで95年分の学校に4が見つかりました。はい。いや、僕の小学校も100年以上経ってたからあるんちゃう？95年分ぐらいのやつやったら。嘘、ロマンのないこと。いやいや、なんか多分日本多いと思うよ、100年以上続いてる学校。でも廃校になった学校のやつなんか見つかったのがちょっとロマンあるじゃん。見つかったのは高知県にある旧大津小学校というところです。30年ほど前に廃校になってしまったんですけど、以前校長室だったところから保存状態がめちゃくちゃいい学校日誌が発見されました。書いていたのは、え、何もヘラヘラあるとんねん。廃校にする前に片付けてからしろよ。別に埋まってたとかじゃないんやったら。しかも保存状態良かったってことはチェックちゃんとしたところに入ってたやろ。ただ誰も探してなかっただけなのでは。バタバタしてた。バタバタしてた。廃校になるとき。あ、そう。うわ廃校やわ。そうやろね。買ったボールペンとかちゃんと持って帰らなみたいな。ボールペン持って帰る前に西持って帰るよ。これ書いていたのはこの小学校に勤めていた歴代のまあ先生たちです。書かれている内容としては、明治44年5月9日、児童を引率して浜辺へ遊びに行ったとか、明治44年5月10日、今日も一人で随分多忙であった、など。なんかもうちょっと文章を書いた方がいいと思うけど。まあ当時の先生がワンオペで大変だった様子が想像できる内容もあるし。そういう内容やったら、そういや。それ以外にも天皇崩御やスペイン風邪の流行の、スペイン風邪のこと書かれてる。すごいね。社会的な出来事も記録されているそうです、今の日誌やったらね、パンデミックのことが書かれてると思うんですよ、ただこの日誌には謎の部分も存在するんです、国会が都市伝説ですよ。ほう。それが1937年頃から見られる記載の内容を黒塗りで潰していた。で、ノリノリ。 GHQ が多分黒塗りした後戻したんやわ。1937年といえば日中戦争が始まった頃です、はい、日の丸のイラストが塗りつぶされていたり、徴兵検査といった戦争を連想させる言葉がことごとく塗りつぶされているそうです、これなぜ塗りつぶす必要があったんですか。それはやっぱ書いちゃいけないことを書いてたからよ。思い起こされるのは戦後 GHQ によって当時の教科書が黒塗りされた出来事です、GHQ は日本の支配戦略として日本人の再教育を大きく掲げていました、そのため軍国主義的な思想や国家主義を教育から排除する必要があると考え、また戦争を正当化するような記述や侵略行為を美化するような記述が含まれている部分は削除されたんですね、この一環として新しい教科書になるまで暫定的に教科書が黒く塗りつぶされている時期があったとされています、ただ学校の日誌まで黒く塗りつぶす必要あったんかいなと思うわけですよ。おお、やったんちゃう、ね、学習院大学の斉藤名誉教授によりますと、敗戦直後軍国主義教育の証拠を残さないという意味で学校日誌を燃やしたというケースもあるということなんですって、すごいね。 GHQ まさかのじゃないですか。当てた、いや当てたというか、これちょっと面白いのは考察よ、学校側が GHQ の検閲を恐れて自主的に塗りつぶしたんちゃうかと。なるほど。つまり日誌自体が燃えたらそれ以外のものも燃えちゃうやんか。確かに確かに。黒塗りにするのは教科書だったらまだ分かんないけ ど、ね、学校日誌なんかも捨てた方が早いやん。そんな確かに確かに。使わないんやから。だったらもう自主的にもう塗りつぶしといたね、これもう置いといてくださいと。やったら学校の愛があったんじゃない、はいはい、小原の学者さんたちみたいなことあったんちゃうのみたいなね。じゃあ実はさ、炙ったら文字出てくるのかな。 GHQ アホすぎるやつだったら出し抜かれとるやないかそれ。でこれほどまでに完璧な状態に残っている日誌はないそうで、今後本格的な研究も進められるそうです。あるってもっと絶対
対全国に100年以上経ってる学校で、でも同じぐらいの価値あるやつ。西ないかもしれないもん、戦争とかで焼けちゃってとかさ。そういうこと？だからこんなに取り立たされてるんです。そう、都市伝説ニュースも取り立たされてるんです。2020年8月15日で戦後79年を迎えましたね、はいはい、来年はいよいよ80年となります。戦争を経験された方も少なくなってきてると聞きます。この日誌により戦時中の学校の状況が分かり、戦争の歴史をまた教えてくれると、当時書き続けた先生たちも喜んでくれるかもしれません。はい、どうでしたか今日は。今日最後のやつがちゃんと都市伝説でびっくりしてる。ちょっとロマンもあるし、ね、いやそうですね。こういうところからさ、本当に消えた歴史みたいなのが分かることだってあるし、今もなおいろんな家の蔵の中から日誌が出てきて判明することとかもあるわけじゃん。確かに蔵にあることでこの大塩を免れたりとか、そうそう免れたりとか、なんか蔵ってやっぱ隠し部屋とかさ、地下室とかもあったりしてて保存状態もめっちゃ良かったりするから、ね、無価値だと思ってたものがめちゃくちゃ古く価値のあるものみたいなこともあるじゃん。ありますね。そうだからどん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 ね、失われた歴史が分かってきて、いやすごいな、ロマンがあってめっちゃワクワクしますね。ということで久しぶりに今日はですね、東亜くんに褒められた都市伝説ニュースでございました。いやいい回でしたね、はい、ということでこの後20時半からも秘密結社こやみなティの方では、はい、ライトでポップな都市伝説ニュースをお届けいたしますので、ぜひご覧になってください、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ましょうそれではバイ。失いやしないよ、思うがまま君を連れて羽ばたきたい。